すげえ、あの友達みんなキモオタなんで、珍しくその中でスポーツもできるやつがいて、うん、結婚したんですよ、うん、スポーツ方面で知り合った嫁だから、いわゆるその結婚式でも、新郎には秋葉原的な趣味がございます言い方な、その司会その視界なんか抱き枕カバーみたいな膨らまして、あの浮き輪になるやつがあったんですよ、うん、抱き枕の形のそれを2つ持ってこうイエーイって豊島園のプールでにこやかに笑って写真が出た時の爆笑とかじゃないんですよ、えみたいな何みたいな、あのちょっと引いてんすねこれね、そらな向こうのご家族ちょっと動揺するよな、新郎側は俺らでみんなメガネでみんなもっさりしててみんな暗くて、で新婦側はみんな美男美女なんですよ、うん、あで俺はあの電報読めっていうの急に無茶ぶりが来て新郎のご友人杉田様は、人気アニメ銀玉で、金玉だって何みたいな恥ずかしめじゃねえか当然知らないから、ほらね、何あれって言って、秋葉原的趣味がないからね、分かんないからね、杉田ですって言った瞬間に、あのまあ向こうのその新郎サイドだけが悪盛り上がりして肝を叩くいうの、僕はあの嫁の方にあのモバコインカードをですね、あのネットの課金カードを、ご祝儀よりも多く包んでこれでシンデレラガールズのガチャ回せやな、おめえの好きな新田みなみちゃん手に入れるんじゃボケ、わざわざ須崎彩にサインまでもらってすすごいね、その時の嫁のリアクションがあの急になんか目がスーってこう光が消えてよかったですねって言って、急にあの夫に対して敬語になって怖いよあの瞬間が一番面白かった杉田君的にはなうわー怖えなー、いやでも今はもう子供も生まれて、いい夫婦ですよ、よかった、うん、それで本当砕いてたらね、新郎側の責任になるからね、絶対俺の責任だと思Thank you.